もう一回だ。はい。もう一回だ。何でもいいぞ。もう一回やるぞ。くそ。今日負けだ。負けたけどよ。俺は、レッツになりたいんだ。なりたいんじゃねえ。なってやるよ。なってみてる。レックス、矢野、棚橋、俺がなってやるよ。盛り上がってきたね。ああ、いいんじゃない？もう、3人目の X、決定でしょ。矢野さん。いや、それちょっと待ってくれるか。俺はちょっと、できないな。怖くて。怖くて。やめな。今日もう。さっきの精一杯だから。やめさん。ちょっと頑張ってくれ、自分たち。いや、やめさん。石井さんのコンビネーション、ケオスなんですよ。ああ、いや、でもちょっと鈴木みのりと関わりたくて。あの顔見たの。悪いけど、もうちょっと考えてくる。でも申し訳ない、申し訳ない、ごめん。3人目 X、 どうしようか。ああ、トランキーロか。ああ、それとも、おう、誰でもいいぞ。ちょっと待って。まあまあ、まだ楽しめるということでいいんじゃないでしょうか。まだまだ俺もトランキーロで行きたいと思うし、またお会いしましょう。グッバイ and good night。 おい成田、てめえだけじゃねえぞ見てるもんは。俺も狙ってるから。石井さん、俺昨日またさ、仮面ライダーシンみたいに顎がこっから悪そうだったんですよ。その分だけだよ今日返したのは。岡田さんが言ってましたね、本気出したらすぐ終わっちゃうって、楽しむって。本気出して楽しんでくださいよ。こっちだっててめえらが本気出したからってな、すぐ終わるようなチャンピオンだと思うなよ。おい、岡田、本気出せば勝てるだ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。だったら全部の試合本気出してみろよ。なあ、それで俺らに勝ってみろよ。なあ、まだ一人見つかっているのにふざけたこと言ってんじゃねえぞ。なあ、福岡、完璧に叩きのめしてるからな、覚えとけ。おい、そしてな、おい、岡田がな、口滑らせてな、本気出したらお前らすぐ勝っちまうって。おい、大阪のプロレスファンなめんなよ、岡田和親。じゃあ今日は何割ですか、2割ですか、3割ですか。おい、こっちは毎日な 100% 以上、 150% でプロレスやってんだよ。おい、てめえみてえにな、ダラ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 流したらプロレスやってねえんだよ。あ、ちょっとな、チヤホヤされてな、その気になってねえか。おい、黒パン履いてな、円錐蹴りやってダーってやればストロングスタイルだと勘違いしてんのは岡田てめえのことだ、この野郎。おい、それともう一人早く決めろよ。それとも、あ、最後にいたあいつか、矢野か。いや、今の状況見たらそうじゃない。あ、おい、矢野でもいいぞ。おい、まあ次の試合、次の大会、できれば全力で来てほしい。できればな。俺たちは毎試合、毎日 100% 以上の力出して暴れてやるからな。そう、それが俺たちストロングスタイルで、あかんだろ。